さあ始まりましたビジネスプラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たち元気にしてます。さてミシェルさん、はい、早速ですが、脳トレはやったことありますか。脳トレって今聞くけどね、はい、あんまり。あ、ないですか、はい、私は一時期 DS を買ってだいぶハマってた時期があったんですが。楽しい。楽しいです。時間を忘れますよ。やらされそうだな、なんか。そう、危ないぞ。今回まずご紹介するのは、その脳トレを活用して高齢化時代のビジネス展開を行っています。こちらの企業様です。1億2695万。これは昨年総務省が発表した日本の総人口を示す数字である。そしてそのうちの3461万人は65歳以上の高齢者であり、すでに人口全体の 27.3% を占める、主要国でも類を見ない超高齢化社会へと足を踏み入れていた。そんな状況を変えるため、希望ある社会の実現を目指し立ち上がった男がここにいる。一般社団法人菜の花シニアサポート代表理事有沢豊。総人口はおよそ622万人、うち高齢者は160万人近く。広大な荷重地と長大な海岸線を持つ千葉県を舞台にスタートを切った菜の花シニアサポートは、そのモットーである豊かな社会を共に生きるをテーマに、脳トレーニング講座など一生涯を通じた健やかな生活のサポートを続けている。今回は優しい社会を創造する有沢豊をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。菜の花シニアサポートってお名前とっても素敵ですよね。ありがとうございます。ちょっとご縁がありまして、私どももこの業務ですね、千葉県で、生まれた業務でございます、はい、で、千葉県の花が、菜の花ということで、その菜の花という名前を使わせていただいて、シニアの方たちの、お手伝いですね、便利な生活のお手伝いということで、菜の花シニアとそういう名前を付けさせていただいたと。最初に立ち上げられたきっかけも教えていただけますか。はい、元気なシニアの方がこういつまでもこう元気でいていただく、まあ、そのために便利で安全な生活を送っていただく、そのお手伝いができないものかということで、そういった理念を持ってスタートをさせていただいた次第でございます、はい、いつ立ち上げられたんでしょうか。平成24年ですね、の5月に立ち上げさせていただきまして、千葉県の老人クラブ連合会様と業務提供させていただいて、うちの事業をこう告知させていただいてと、でそれとに伴って民間企業様とも業務提携をこうどんどん進めてきたと。老人クラブ連合会さんと提携されてると今お話ありましたけれども、はい、どういうメリットが生まれてくるんでしょうか。千葉県の老人クラブ連合会様は、まあ、県下の会員が約12万人いらっしゃるんですね、大きいですね、はい、そこと提携するということは、一つその私ども そのシニアの切り口としては、どうしてもその連携をしたい団体であったんですね。どうしても老人クラブでご活躍の方っていうのは富裕層が非常に多いので、いろんな企業さんが乗り込んでこようとして、それをこうブロックする機能もちょっと持たれてます。私どもがその利益を先に追求するんではなくて、何をやりたいのかっていうのを理解していただくまでに、やはり1年近くは正直かかりました。もう老人クラブ連合会さんが提携するのは初めてだそうですね。そうですね、ですからそれは大変だ、はい、向こうも大変だったと思うんですね。向こうもね初めてで、はいはい、シニアの皆様にはどういうそれでいいことが生まれてくるんでしょう、はい、私どもはできるお手伝いっていうのが、民間の力をその、老人クラブの活動、要は行政ですよね、にその橋渡しができるっていうのは一つ、なかなか行政と民間っていうのは相反するものがありますから、はい、結びつきがないんですけれども、我々がフィルターになることによって、一旦民間の力を、例えば
商品であったりサービスであったりお金であったりしますけれども、私どもの方が一旦お受け取りをして、でそれを老人クラブの活動の方にお渡しをすると、老人クラブ連合会様とするとメリットは出てくると、私どもとするといろんな方と直接お会いできますので生の情報がこう入るんですね。それを逆に企業様の方にお渡しする、そしてまあいろんないいサービスであったり、まあ、商品を作るお役に立てると、まあ、そういうことで、企業の方様の方にもこうメリットが出てくると。今菜の花シニアサポートの会員様はどのくらいいらっしゃるんですか？はい、おかげさまでまあ2万人を超えるぐらいまで増えてきております。はい、その菜の花シニアサポートさんの具体的な活動内容も教えていただけますか？はい、まあ、一つは、まあ、脳トレーニング講座ですね、はい、まあ、これが非常に今人気でございます。もう約200箇所を超える3000人以上の方がこうお受けいただいている講座でございます。これが今非常に柱としては活動としては大きく動いているものですね。写真を撮ってみたり、あとゲームをしてみたり、テレビ電話をしてみたり、そうするともう非常に皆さんど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 ん、これもやりたい、こういうこともできるんだということで非常に前向きになっていかれるという。サッカー教えてるんだけどね、孫を送り迎えで送ってきたおじいちゃんが車の中で今から2時間ありますよって言ったら大丈夫だみたいなことでなんかいろんなことをやってた。それ2時間の時間を使ってあっという間にみたいなね。ああ、すごい素晴らしいですね。だからへーと思ってミシェルさんやりたそうですね。いや俺そういうの全然ダメだからね。本当ですか？ぜひねおやりになって、ここで脳トレーニング講師平子めぐみを招き、現在53歳の宮澤ミシェルが脳トレに初挑戦。まずこのスタートボタンを押していただきまして、はい、押しました。絵で出てきまして、立ってる人数が多いのはどっち、はい、右か左の矢印で答えていっていただくものです。こっちか、はい、あれあれ次は座ってる人数、座ってる人数、あ正解は後から分かるんですね。座ってる人数はこっちだよね、はい、座ってるからね。正解です。立ってる人数が早い、こっち早い、はい、で立ってるんですぐ、ああこういうことをやってんだ、ね、ああ最初この機会に立ってるんですぐ私、あ分かんねえ、こっちだね、あよかった、次の問題が変わりますので、黒なのはああそうか緑ってかあこっちだ、全然違うとこが書いてある。じゃんけんすると負けるのはこっちよ、はい、あ計算問題になってきましたね。値が小さいのはどっち、値が小さいのこっちだね。はい、結果が素晴らしいです。1問しか間違えてないので、1問間違えたのか、はい、これ多分一番最初ですよね。えどうですか小石さん、僕はまだ伸びる、これから大丈夫ですか？疑い伸びる、疑い伸びる、いやこれは危ねえなっていう ね、 ね、でも最初はねミシェルさんも大丈夫かなと思ってらっしゃいましたけど、やっていくうちになんかどんどん楽しくなってそうですね。まずこれを持たされるとか持つっていうことが抵抗あるんですよね、うん、多分そうですね、機械でしょやっぱりね、はい、まあ、機械と思うとやはり抵抗があるので、うん、おもちゃだと思っていただける。ああそうだ、はい、もうその心構えから俺はもう間違って、おもちゃです。実際はどんな感じでこの脳トレ講座を行われてるんですか？普通は講師が一人で、あと皆さん例えば20名が生徒さんなんですけれども、はい、そうすると、ついていく途中で分からなくなってしまった方がこうついてこれなくなってしまいますので、私どもの場合大体5名に様に1人はサポーターをつけるんですね。そうするとその講座90分皆様が全てこうきちんと完結できるということをやらせていただいてます、はい、で私どもの特徴の一つとしましては、やはりこれを出張型にしてるんですね。私どもの場合皆さんがいつも集まってらっしゃる場所に、はい、機材意識をお持ちして講習会をやらせていただくんですね、うん、そうすると皆さん、まあ、いつもの顔ぶれでやりますから、うん、割とその緊張感がこう途切れるのが早いんですね、うん、皆さんへのメリットってもう目に見えてきてますか？うん、自分たちでもできるんだっていうことですね、うん、皆さんやはりスマホであったりタブレットっていうのはもう若い人たちがするもんなんだっていうふうに諦めてらっしゃる方が非常に多いんですね。でもやってみて自分たちでも使えるんだと、で例えばじゃあこれでは撮った写真をお孫さんに送ることもできるんですよっていうふうになってくると、
一緒のことができるんだと、うん、じゃあ一歩踏み出してみようっていう、やはりその新しいことをやろうっていう気持ちを持っていただくっていうのは非常に大切なことだなっていうふうに思います。それも平子さんが教えてくれるんですか？そうです。まあ、私どもお電話でのサービスというのも受け付けてます。非常に手厚くやらせていただいてるんですね。ですからご自宅でちょっと機械が止まってしまったとかね、タブレットが動かないっていう時には皆さん電話を。一番最初にこのタブレット講座やろうってなったきっかけってあったんですか？はい、まあ、私どもいろんなクラブの会長様とお話をする機会が多くてですね、やはりその中で仲間にこう認知症が出てきたと非常に困るっていうお話がありまして、それをたまたまその NTT 東日本さんに行った時にお話をしましたところ、こう指を使って頭を使うタブレットというのが脳の活性化にいいんですよ。でそこにやっぱり専門の部署があったんですね。でそこをご紹介されて、でそれがきっかけでスタートしたんですね。ですから最初は私どもがその告知をして集客をする、で講師から何から全て機材意識は NTT さんがお持ちになるっていうのから、まあ、実はスタートはしてるんですね。はい、ここで脳トレーニング講座の現場にカメラが潜入し、参加者たちの声も聞いてみた。続けられるつもり、楽しいから初めてだもんで、何かなんだか初め分からなかったんですけど、だんだん分かってきました。なかなか一人だと覚えられないです。初めてね、触りました。面白いなと思ってるんだけども、もっとこうね、機能がたくさんあるんで、もっともっとやりたいなと思ってます。ぜひまた何かやってくださるっていう話なので、はい、連絡取ってみたいと思います。はまり込みそうなので、それが危険かなっていう。はい、菜の花が持つ花言葉のように、心の豊かさ、そして生きる幸せを与え続ける有沢豊か、そんな男が見据える今後の展望とは。今スタートしたのがやはり千葉県の老人クラブの方々が対象ということでスタートした事業でございます。でこれをやはり、まあ、千葉県であっても老人クラブで入ってなくてもシニアの方たちに広めていきたいですし、うん、千葉県に限らず他県でもその脳トレーニング講座の授業というのは展開していきたいというふうには考えております。はい、では最後になるんですが、はい、有沢さんの格言をズバリ教えていただけますか？常日頃自分にも言い聞かせてますし、人にもお話しするのは、普通のことは普通にやりましょうというつまんない言葉なんですけれども。いやいや、それが一番難しいですよね。おっしゃる通りなんですね。コールセンターにお電話いただいても、そのお客様の言ってることをきちんと受け止めれなくて、そこでなんかトラブルになってしまったりとか、逆にこちらが伝えたいことをなぜか伝えられない、それが一番難しいことなんですね。だからまあ、それをお電話いただいたっていうのは普通のことですから、普通に受け止めて、でお返しすることも普通でしょというふうに返しましょうという。素敵だな。はい、まあ、そういう意味で、はい、使っております。はい、まあ、今後は日本のシニアを元気に、そして日本を元気に、今後とも一つよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。